ロメインレタスの断面図、ロメインレタス、またはコスレタスはレタスの品種の一つである。硬い葉脈を持つ長細い丈夫な葉が結球する。他の大部分のレタスとは異なり、熱に耐性を持つ。北、アメリカではロメインと呼ぶのが一般的だが他の地域ではコスレタスとして知られている。多くの辞書では、 コスという言葉は、このレタスの発祥地と推定されているギリシャのコス島に由来するとしている。他に、アラビア語でレタスを意味する、カスに由来するという説もある。ロメインレタスは、ローマを経由して西洋に伝わったと考えられており、イタリアでは、ラトゥーガ・ロマーナ、フランスでは、レオチュー・ロマイネと呼ばれている。北アメリカのスーパーマーケットでは、ロメインレタスは一年中手に入る。 特に外側の古い葉の太い葉脈からは乳液が出て、これがロメインレタスに特徴的なハーブのような苦さを与える。ロメインレタスは洋菜類としてサラダによく用いられ、特にシーザーサラダの材料となる。また、中東料理でもよく用いられる。蒸し煮やスープなど火を加えて調理することもある。ロメインレタスは イスラエル人がエジプト人の奴隷として苦しめられていたことを象徴するマーロールとしてセーデルシェルペサ派に用いられる。ロメインレタスに含まれる抗酸化物質はがんを予防すると考えられている。フランス革命歴のジェルミナル22日はロメインレタスの日である。2018年アメリカ合衆国にて長官出血性大腸を百1 5 7による 食中毒が流行した際には、アメリカ疾病予防管理センターが、ロメインレタスの消費者に対し、食べずに全て廃棄するよう呼びかける事態となった。ありがとうございます。